はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスタージオカーツプロフェッショナル、続きやっていきたいと思います。今回はですね、このゲームのタイトルになってるジョーカーとかね、あとキングスペイディオとかね、あとデモンスペイディオとかいますよね。あんなんとか作りたいんですけど、こっち側のね、昔使ってたデータの方はある程度はできてるんですけど、カズボの方のデータでね、真珠イベントが終わってスペディオになってからね、あんま作ってなかったですよね。まあそちらのロムである程度ね、こんな感じでできます。まあ大体ね、まあ真珠はもう真珠にしかならないので、まあ配合はね、そんな難しくないんですけど、キングスペイディオまではね、楽にできるんですけどね、ジョーカーとデモンスペイディオがね、ちょっと癖があるんですよ。で、カズボの方でデータだったらね、スペイディオね、1体しか入んないんですけど、この昔のデータだとね、昔卵から帰った真珠とかね、そんなのもいますので、キングスペイディオから派生ね、どうしていくのかとかね、そんなのをやっていきたいと思います。とりあえずね、配合がこんな感じでしたけどね、まあ2つのロム使ってますけど、まあ紹介していきたいと思いますので、こちらです。まあとりあえずね、何でもいいんですけどね、スペディオとね、まあ、エビルアングラーとかでね、ガルハートとかできますので、とりあえずね、アルス11の方のデータは、もう作ってますので、こっちのカズボの方のデータはね、作ってなかったんで、かといって使うのかといったら使わないので、まあどんな感じでできるかだけね。こちらのね、データで、これは作ってますので、まあ、作ってるんですけどね、もう一回作ります。そしてね、とりあえずね、キングスペイディオができましたよね。なんですけど、キングスペイディオの上いますよね、ジョーカーとね、あとデモンスペイディオを今回作りたいんですけど、それまでにね、作らなくちゃいけないモンスターがいるので、それをね、集めたいと思います。はい、配合自体は、まあ、そんなね、難しくないんですよ、作るのはね。ただ、系統ですね。だから別に、そうだね、ちょっとランク高くてね、まあ、最強モンスターとかね、混ぜれば簡単にできるので、今まで作ってたので、まあ、そこら辺は余裕でできるんですけど、まずね、まずデモンスペイディオからだね。今回、デモンスペイディオとね、まあ、キングスペイディオもそうですけど、あとね、ジョーカーね、作りたいので、ピピットに、カプリゴンとかね、飛んでますよね。まあ、これも後でね、そこら辺探索するとき捕まえようと思ったんですけど、捕まえた瞬間ね、もうこれレベル50なので、まあ、2匹捕まえてね、まあ、捕まえるの大変なんですけど、まあ、捕まえられないことはないので、まあ、これでね、今メスの杖持ってるんですけど、っていうのがね、オスのライオネック持ってますので、とりあえず A ランクなんでね、これで最強カプリゴンできますよね。はい。そしてね、もう作ってるんですけど、これね、今も手持ちにいないので、フォロボスできますよね。ライオネックと、これも捕まえたライオネックですけど、ライオネックと、あとカプリゴンでね、フォロボスができますので、はい。そしてね、ライオネックとね、カプリゴンでフォロボスができるので、まあこれね、カプリゴン最強にしなくてもいいんですけど、自分の場合、図鑑も埋めてますので、まあ、ここで作った方がね、手取り早かったので、カプリゴンね、まあ無理くり捕まえてきましたけど、まあ、これでフォロボスできます。でね、白竜はオスだったのでね、メスの杖持たしてますので、これで、まあ、ホロボス一回作ってるっていうのがね、オルゴデミーラの材料なので、このホロボスとね、トライワインダーだったっけな、それでオルゴデミーラができたような感じしましたので、はい、そしてね、ホロボスと白竜王でドルマゲスができます。でね、ドルマゲスの先の派生と、キングスペイディオでね、デモンスペイディオでできますので、またレベル上げてきます。これもね、初なんでね、何気に。レベル上げないと配合できませんので、これまず上げてきますね。いやー、後ろに次元竜見えますね。あそこに出現したの初めてだね。まあ、出てきますけどね。あんなのも持ってますので、まあ、いろいろ持ってますけどね。はい、白竜とホロボスでね、ドルマゲスできます。でね、このドルマゲスの片割れがね、まあ、またね、2種類いますけど、はい、ドルマゲス完成。プラス9。これと、
はい、これと前ね、だいぶ前ね、作ったんですけど、最強ワンダーフール自分作りましたよね。まあ、作り方はこんな感じですけど、ワンダーフール同士でね、まあ、できますね。これは簡単なんですけどね、だからプラス1なんですけど、これとね、まあ、ずっと入れといたら50になってるんで、まあ、そこそこ配合した時にいい戦力にはなりますよね。それで、ドルマゲスでレオパルトができます。まあ、これレベル上げてこないといけないんでね、行動早いついてるからいいですよね、これね。ただ、このね、ワンダーフールじゃなくてね、ケルベロスでもできますので、まあ、最強ケルベロス作ってもいいかなとか思ったんですけどね。まあ、海岸回った時にまた作りますので、まあ、どっちもできますんでね。まあ、どっちがいいっていうのは、あるかわかんないですけど、まあ、一応ね、レオパルトだけ作りたい場合は、これでできますので、今からね、始められた方でも、ここはできます。まあね、断崖とかね、まだ回ってないので、強モンスター作るときね、またね、回りたいと思いますけど、ここもね、海岸もね、何気に強モンスター捕まえてないのいるので、だから何気にいっぱい作ってますけど、まだ250種類ぐらいいいんじゃないかな。なんか880種類いるって聞いて、まあコメントでね、まあそれ以上いますよって話なので、まあ何匹いるか知らないですけど、もう C メーターとかも捕まえてないので、まあ強モンスターとね、最強モンスターとかね、同じモンスターでもまた別物なので、まあ倒しちゃいますけど、まあレベル上がりますよね、これでもね。ベホマスライム。ベホマスライムは、ランク低くさん、これ、強っていないよね、多分ね。C ランクとかじゃなかったっけ？ユージオン強っ。お、黒い霧。まあ呪文使えませんね、これね。これもね、この龍神王も今回いなくなっちゃいますので、まあ最後ですね、これね。まあ龍神王は作ろうと思えば作れるので、エスターク必要なんですよね。だから先に配合しちゃったっていうのはそういうことなんですけど。ドルマゲススキルがまあこんな感じですね。イテツカードつくね。メガンテダウンウォール。ああ、なるほどね。まあ、とりあえずね、まあ、なんだかんだ言ってる間にレベル上がりましたので、レオパルト作っちゃいますけど、ケルベロスとかもね、いますんでね。はい、レオパルト行きました。これはね、まあ、メスですけど、まあ、オスでもメスでもいいんですよね。はい。まあ、神獣がね、大体もう、オスメスなんで、もう配合すると。なので、すぐできますね。レオパルドとキングスペイリオで、デモンスペイリオできますんでね。まあ、これ作らないと、この先の発生ができませんので、まあ、とりあえずね、今回ここまで作ります。それと、あと、片割れですね。それがね、また面倒なんですよ。まあ、今回ね、行く場所なんですけど、断崖の一番上にレティスいますよね。あいつ使うんですよ。なんでね、また強モンスター狩りの時に回ろうかなと思ったんですけど、今回ね、こういうパートなので、とりあえず、まあ、これを上げまして、まあ、断崖行くついでに、まあ、レティス捕まえられればいいかなと。ということで、ここのね、上にレティスいますよね。74まで上がっちゃった。まあ、最強作ってるとね、まあ、混ぜてたりするとレベルも上がりますんでね。で、この中に、まあね、強いやついますんで、まあ、それは後でやりますんで、まあ、まだいいでしょう。まあ、逆に一番最後まで作ってから戦わせたいなとか思いましてね。これも、まあ、捕まえちゃってもいいかな。最強蜘蛛の代用作れるもんね。まあいいや。とりあえず、レティス、ちょっと捕まえたいので。なんで、行くときレベル上げようと思ったら、レベル1はまずいな。さすがに。こう、レティスの、レティスとね、この龍神を配合すると、まあ、いいものができるんですけど、レティスはレティスでね、最強レティスにできますので、とりあえずそっち作ってからのがいいかな。二度手間になっちゃうもんね、またここ来るのね、大変なんで、まあどっちみちまた来ますけど。はい、さあスカウトしてご覧なさいということで、辛いんだけど、まあね、一回まだ仲間入れてますんで、これはね、配合でいなくなってるとかそういう話なんで。
もう今更どうなんだろう、スカウトしたら。ああ、こんなもんなんだ、やっぱね。まあ、入んなくはないけど。まあ、捕まえときます、これはね。面倒なんで。まあ、レティスを、とりあえずね、捕まえて、別ロムにね、どっちみち戻るので、この1個ね、持ってると、レティス出てこなくなるので、捕まえた後に、別ロムに渡して、また来てね、捕まえてって作業やりますので、まあ、下手したら、まあ、30分以上楽にかかるので、まあ、いいでしょ、とりあえずはね。なんかこれ捕まえておきます。それで、最強レティスを作って、配合しましょう。はい、今回ね、まあ、2種類、まあ、作るんですけど、まあ、もう片方のね、データがね、で、出来上がってる感じもあるので、はい、とりあえずね、レティスを50まで上げました。案外ね、3枠なんですけど、このレティスは、そんなに経験値集めなくても、ね、50まで上がりますので、それで、こっちですね、最強レティス。とりあえずこれ作ります。まあ、最強レティスね、作っちゃえば、もう手取り早いので、これね、別ロムからね、持ってきたときね、片割れオスだったのにね、別ロムの方もオスだったので、まあ一回配合させてメスにしてね、あげて、まあ最強にして今オスになってますけど、まあこれはどっちでもいいんですよね。はい、そしたらね、まあ76から、まあ、80なるくらいで、まあレティス、ね、50まで上がったってことですよね。で、身長レティスになりますので、ここまでは作れるのかな？だからエスタークをね、作るタイミングにもよりますけど、ただキャプテンクロー1体だけ入るじゃないですか。あれを、魔王ジェム経てね、ガーディスにする方法と、あとタイタニスとかね、ああいうの配合して、エスターク作るって配合もありますけど、エスタークはね、まあそのタイミングで作らなくても後でね、倒せば入るので、まあそれはそれで手に入るんですけど、2体ね、入れる方法がありまして、先にね、エスタークを作っておくと、こっちの配合ね、できます。まあ、後にね、エスターク倒してからね、ここ作ってもいいんですけど、まあ、そうしてしまうとね、まあ、その倒すまで、この身長レティスとかね、作れないので、という前に、ラプソーンね、でっかいのが作れないので、まあ、それを早く作りたければ、エスタークを作ればいいし、かといって、先に作ってしまうと、今から始める方でしたらね、ガーディスとか作れなくなっちゃうので、まあ、ガーディスも欲しくて、エスタークも欲しい場合は、先にそっちを作って、エスターク倒すまでね、この身長レティス作るの我慢して、まあ、エスタークを倒してって手もありますね。まあね、急がば回れってことですよね。まあ、どっちみち今もう全部図鑑埋まらないので、このね、昔の自分のデータだったら埋まりますけど、なのでやってるって話なので、これでね、最強レティスじゃなくてもできますけど、最強にすることによって図鑑が埋まりますので、これ身長レティスできますね。まあ、これを作ってしまえばまたね、レティス出てきたと思うんですけどね。で、これを作って、身長レティスというスキルがありますね。レベル上げて、はい、ではね、身長レティスと龍神王ですね。まあ、神がかってきましたけど、大体ね。こっちいらないか、レティスはね。龍神王いるな、キャプテンクロー。はい、龍神王を使いましたけど、まあ、ここまではできますね。この先もできますけどね、とりあえずね、身長レティス。はい、ちなみに、身長レティスとキングスペリオでね、こうジョーカーできますので、ここまでね、今回作りたいです。なので、まあ、あんちデモスペいましたけどね。あれはあれなんでね。まあ、あれはあれで完成です。あれは、デモスペはデモスペで、またね、先の派生ありますので、またスペディをね、普通に手に入りますので、まあ今手に入んないですけど、卵からね、生まれるモンスターだったんで、昔は。あと、通常で手に入ったりもしますんでね。まあそのスペディオなんですけどね、これね。まあいずれ最終的にはこう、ジョーカーになりますので、まあジョーカーになるとね、常にアタックカウンターとかついてるんでやばいですよね、これね。常にアタックカウンターと守りの、稀に守りの切りありますからね。光の波動連続って、これある意味最強ですけど、でもね、AI ね、1回行動なので、まあ2回行動はできないのでね。まあそこは、まあしょうがないですけど、まあこんだけついてればね。はい、とんでもない血を引きし、身長レティスできましたけど、龍神王はね、前紹介したね、ラプソーンと竜王でできますね。ラプソーンが、小さいラプソーンとね、エスタークでね、でっかいのできますので、そこですね、エスターク使うのね。で、エスターク作るのにね、キャプテンクロー必要なので、キャプテンクローもったいないなーっていう時は、まあ、エスタークね、まあ、自力で手に入れて配合するまで待つしかありません。ただね、このね、まあ、右側のね、レティスは、まあ、
ね、捕まえてきたレティス同士で最強レティスできましたけど、ラフソンとかの方でね、昔に最強モンスターとか配合してたんでプラス99にはなってますけど、まあそうですね、ここだけ重点的に作ったらまあプラスいくつなるかな、カズボーデータの方いくつでしたっけ、40くらいでしたっけ、多分そんなもんでできると思いますけどね。まあここまで大変なのでプラス値はもう嫌でも上がってくるので、まあちょっとね強いの混ぜればこのぐらいのプラス値にはなると思います。はい、キングスペリオとねレオパルドでデモンスペリオできますね。これニューって書いてますけど、これね後の派生で必要なのでまず作っておきます。まあ、作り方はねどれ選べばいいんだこれ、レアなんやっぱここら辺なんかな、クイーンもいいけどね、回復できるからね、この3点セットの方がいいかな。まあいいや、とりあえずまあそれはいいけど、ちなみに身長レティスなんですけど、あー全部ないか、さすがにね、まあ、こういういいもんがついてますんでね。ベホマーズ、ベタンガード、メドロア、 MP バブルついてるね。竜神王もねある程度覚えてるので、まあ、これでいきなりブランパレス周辺で戦ってもいけるんじゃないかな。はい、まあ通常では見れないようなねレティスですけどね、これも捕まえなくちゃいけないです。あ、いきなりスカラーあんのか、硬くなりますね。レベル1なんでね、うかうかしてると危ないですよね。3枠はね1回だけねやっぱ倒してしまえばねもうレベル上がるんで楽ですけどね。いいねもう21になったらの別物なんで1はねしょうがないけどね。あ、今ね522とか上がったね、今ちょっとまじまじと見ればよかったけど、だいぶ違いますね。別物っていうか同じだけどレベル上がったらね物が全然違うんでね、やっぱね。はい、ではね、キングスペイディオと身長レティスで、ね、ジョーカーができますね。作りましょう。ジョーカー。最強ディアノグとかね。さ、そっか、3個しかつけれないのか。マジか。ここ作り直すしかないな。最強ディアノグなんかな。もったいないもんな。身長レティス。まあ、とりあえずね、ジョーカーできましたけど、先ほどジョーカー作りましたよね。で、この闘神レオソードできるんですけど、これはね、ここまではできますけど、ここはもうできないので、というのが、レオソードがね、もう手に入りませんので、卵から生まれるモンスターなんですよ、これね。で、2匹いればね、こういう感じでね、最強少年レオソードってできますけど、これね、交換できないので、実質上、今から始めるデータでは、入手不可能です。入手困難ですね。で、中古ショップとかでもしかしたら、少年レオソードとかね、入ってるデータがあれば、とりあえずね、1体でもいれば、このね、ジョーカーと配合させて、まあ、闘神レオソードはできますね。まあ、ここまでね、とりあえずレオソード持ってたとして、この片割れと、レオソードで、ね、機械の時計みたいなのいましたよね。ね、ラスボスの、倒した後のボスね、それができるんですけど、まあ、その片割れがね、次回作りましょうかって話なんですけどね。マスタードラゴンっていうね。まあ、それも面倒なんですけど、このデータだと神竜まで作ってましたよね。なので、まあ、楽っちゃ楽かなーって感じしますけどね。まあ、その途中もありますんでね。
グレーなると二軸弱でも神竜できますよって自分言ってましたよね。でも神竜持ってるので、これね、神竜、これはずっと前から持ってる神竜なんでレベルマックスになってますけど、プラス99ですよね、ほどほどね。これとあとね、竜王かな、前持ってましたね、ラプソーンの片割れ、ラプソーンと竜王でね、竜神王を作って、で竜神王とレティスで、新潮レティス今回できましたね。で、新潮レティスと、キングスペディオでジョーカーできましたけど、ここね。まあ、こういう配合ね。まあ、こういう配合でできましたけど、この左上のね、竜神王を作るのに、竜王とラプソーンなので、その使った竜王ですね。その竜王をね、また作らないといけないので、まあ、それはね、できるんですけど、まあ、面倒ですけどね。それがいれば、もうマスタードラゴンできますので、まあ、次回そこら辺ですね。なので、まあ、それプラス最強モンスター何体かできればいいかなと思っているので、まあ、断崖に行きながら行けばいいかな。マスタードラゴン作っていってもいいかな。もしかしたらね。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。とりあえず、それでね、まあ、だいぶ完成してきましたので、ガナサダイも自分作りましたよね。だから、あちら側と、まあ、どこら辺でね、配合が混ざってくるのかとかで、だんだんもう見えてきましたので、まあ、最強のモンスターもそうですけどね。他の、例えばね、まあ、はぐれメタルキングもそうですけど、それ以前に多分スラブラスター捕まえてないので、どこ見つけてもこのデータなかったので、まあ、いるといえばね、まあ、紹介できるといえば、このスラリンガルとか、ルーファとかね、75とか書いてますけど、まあ、ね、配合したらね、プラスしてあげれば100にはなるので、とりあえずこれは配合には使わないかな、今後の。ただ、配信がね、もうないので、これ多分入んないと思うんですよね。S ランクなんで、あとね、紹介できると言ったら、まあ、これもそうですよね。前紹介した、エグドラシルもね、そうですし、これ、ね、サンディも、まあ、普通の、このサンディはね、普通のサンディ、これ交換できるので、A ランクのね、サンディなんでね、まあ、2体いれば、レベル片方50まで上げれば最強サンディになりますので、ここは、今でも、おそらくサンディさえ手に入れば、できます。交換確かできたんで、最強になってしまうと交換できないので、そこだけ注意ですね。だから、サンディ2体持ってきて、こっちでね、配合するしかないですけど、自分の場合持ってたので、まあ、いるんですけどね。ちなみに、最強じゃない方のレオソードがね、ランク B だ。B か、これ。ランク A じゃないね、ランク B だね。なんだけど、これ交換できないので、まあ、ちょっと特殊なモンスターです。はい、このね、ワルボーとかも、卵から生まれるので、ただね、これ結構レアなんですよね。だこのワルボーとワタボーね、で、先ほどの、エグドラシルできますので、まあそういうのあったりとか、このキングモーモンもそうですね。まあこれ自分持ってるんですけど、親こんな感じです。ピンクモーモン、マポレーナ、あ、このちょうどピピットもそうだね。あと右のピピット。ピピットは、まあピピットっていうかね、ヒヒュドラード倒した後に、このちょうどピピットに話しかければもらえるんですけど、まあ、ピンクモーモンもね、普通にね、手に入りますね。マポレーナは、ブランパレスね、まあ、攻略後に浮いてたと思いますので、まあ、それスカウトしてもいいんですけどね。ちょうどピピットだけは手に入らないです。だから、キングモーモンも作れないです。まあ、3体はね、親のうちの3体は入るんですけど、ちょうどピピットだけはね、まあ、どうしても入りませんので、まあ、その4体配合でできるモンスターなんで、ね、で、このキングモーモン使ってできるモンスターもいますので、まためんどくさいんですけどね。だからその先の配合は作ってないです。キングモームいるってことはその先作ってないので、まあこれも1匹しかいないのでね、作ったらいなくなっちゃうんですけど、まあ貴重ですよね。ピピって書いてるし、名前右上。まあ、ピピと配合したって当時ね、自分で覚えておこうと思ってやったんでしょうね。まあ大体そうですね、A ランクとか S ランクなんてくるとバッファロンとかね、このウパソルジャーとかそんなんばっかなんで、もう下見たらわかりますよね。ライオネック、バッファロン、アンドレア、大体こんな名前しか出てこないので。あと、これも紹介できますね。トーポね。トーポも、まあ、トーポはね、グレーになると、ワタボーでできますので、まあ、ワタボーは別に紹介していいんですけどね。だから、ワタボーとワルボーでエグドラシルができて、ワタボーとグレーになるでトーポができて、あと、ワルボーとキングモーモンと、あと残り2体で、その上ができるので、まあ、上って言ってもね、まあ、トーポが出てきたゲームの中に出てくるキャラクターができるって言えばいいかな。まあそんなのもね、いずれ紹介していきますね。どっちみちね、もう作れないので、過去のデータじゃないと。そんなんばっかりですのでね。
とりあえずジョーカーとデモンスペディオができましたので、デモンスペディオも後の派生に必要なので、まあ取っておきます。まあこんな感じでね、後ろにも神様とかいますけどね、あれも配信モンスターで別に特に何でできるとかもないし、そこから配合して何ができるとかなんかあるかもわかんないけどね、もしかしたら神様が何かの代わりの代用になるとかあるかもしれないけど、そこまでちょっと自分調べてないので、まあ何とも言えないんですけどね。まあ一応いることはいるので、まあもったいないんでね、あれもね貴重なんで。あとゴールデンゴーレムとか、まあ、後ろに飛んでますけど、あんなのもね、アキラーマシン2作ったりセルゲイナス作ったりね、あんなんとかに、ね、配合したりするとき必要なので、まあピピットにいたヘラクレイザーね、あブランパレスか、ブランパレスにいたヘラクレイザーとね、まあ、ゴールデンゴーレム配合したらね、まあ何ができるとかねありますよね。まあそんなのもね、まあそれは前に紹介したので裏作業でやっておきますので、また次回ね、まあできたモンスターとね、まあそうですね、いろいろ作りましたね。ガナサダイも作ったし、ジョーカーも作ったし、デモンスペディオも作ったし、でデモンスペディオ作ったってことはドルマゲスとレオパルドが埋まったので、まあ、デモンスペディオ作るためにね、まあいるような感じだったので、あれはね、まあそんな感じで埋まっていったので、まあそうですね、まあ等身レオソードもできますよね。あれできるってことはその片割れも作っておかなくちゃいけないので、まあ次回ね作ってからの攻略、まあ最強モンスター集めいきたいと思います。まあこんな感じで着実に待っていますので、まあ今後ね何ができるかお楽しみにということです。はい、ということで今回断りたいと思います。まあちょっと配合だったりね、まあ配合も配合で楽しいですけどね、なんか捕まえに行って最強作るのも楽しいですしね。なのであと200体ちょいかな、まあまた中間報告とかねやっていきたいと思いますので、まあその都度その都度ね、まあこんななりましたって感じでね紹介していった方がいいと思うのでね。あともう配合とかに使わないモンスターとか手に入らないモンスターは、先ほどみたいにまたこんなの実は持ってますとかね紹介していきたいと思いますので、まあ、この先の配合で使うようなモンスターとか持ってますので、そこはちょっとさすがにね、今はちょっと伏せてますので、まあそういう感じで見ていただければ嬉しいかと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。